コラボのバスカフェについて、新たな事実が発覚しました。バスカフェについては散々議論が尽くされたかのように思われていましたが、暇空茜様が資料を読み返していて、新たな事実に気づいたみたいです。さすが世界一、コラボと二刀流夢のに詳しい男、これもう夢の本人よりもコラボに詳しいのでは、暇空茜様のツイートから引用します。確かに盲点だったんだけど、これ2021年度の報告書だけど、バスカフェで声をかけられて95人、バスカフェを通りかかって14人で、新規1304人中109人、8% で大草原、やめれば、意味内暗証、計算しろよ、割り算知ってるか、不明737人は少なくともバスカフェじゃねえからな、ああ。ってことはバスカフェの利用者ほとんど常連じゃん。バスカフェ利用者947名延べ、新規相談バスカフェ経由109名、ほとんどが常連じゃん。以前二刀流夢の様はインタビューで、わざわざバスという形式にこだわる理由について、完全な密室だと利用者が警戒してきてくれない可能性があるから、半オープンのバスカフェが必要だと考えた、という趣旨のことをおっしゃっていました。しかしこれを見ると、わざわざバスという形にこだわる必要性をあまり感じられません。毎回テント出して片付けるだけでも、膨大な手間がかかってしまいますし、普通に事務所を借りるなりして、どこかの屋内で開催した方が効率が良いのではないでしょうか。バスカフェの近くをたまたま通りかかって、がわずか14名しかいません。わざ行動の横でテント張ってこのざまですから、半オープンのバスカフェにこだわる理由ありますか？共産党と強いつながりがある二刀流夢の様の実績作りとしては、視覚的にわかりやすいので良いかもしれませんが、例えば他にも若者支援の活動をしている、NPO などの団体は様々ありますが、バスカフェに関しては費用対効果がガバガバにもかかわらず、割とメディアでも結構取り上げられていますから、いかに効率よく若者を支援するかよりも、単に目立つから、という理由でバスカフェが注目されてしまっています。街で声をかけられて95名、この人数って例えばバスカフェではなく、事務所で開催してもそんなに減らないと思うんですけどどうでしょうか。なお出会ったきっかけは、不明が737名となっております。不明多すぎ。ネット上では次のような意見もありました。コラボのバスカフェって、完全無料にすることに、どんな合理的な説明ができるのだろうか。どんなサービスにおいても受益者負担はさせるべきなのでは、公金が注入されてるサービスなのに、自称貧困女性なら無料なんていう理屈が通るわけないと思うんだけど、不良女子の溜まり場になってるような気がするよね。バスカフェ常連というパワーワード、バスカフェ中毒にさせて何がしたいんだろう。常連ってことは、事態を何も解決してない人って理解で良いのかな。どうせなら一味さんお断りまでやってほしい。こうやって闇が暴かれていくのはノンフィクションドラマ見てるみたいでおもろい。応援してる。困ってる女の子救えてねえのか。つまり全く社会復帰できてないと、無意味やな。そしてその常連に、でかい段ボールで、お菓子やカップラ、コンマルーム、化粧品などを送っているのか。出会ったきっかけがわかるのが567名に対して出会ったきっかけ不明が737名もいるんだ。気づいてなかったけど意味わかんないな。新規相談者1304名のうち半分以上がファーストコンタクトの方法が不明で、いつの間にか相談対応しているってどういうアウトリーチだよ。私たちは買われた点を見てバスカフェに来た人は一人よ。繰り返しになりますがバスカフェには、赤い羽福祉基金から助成が出ています。さらに二刀流夢の様は2018年、バスカフェは国と都のモデル事業となり、公的資金が一部でも入ることにより、制約ができるなど困難に直面していますが、とツイートされています。自主事業としてやっているわけではないのですから、コストをかけた分だけの成果を求められるのはある程度仕方ないのかなと、こういう支援事業は成果を数字で出すのが難しいかもしれませんが、でもバスカフェって効率悪くない。って二刀流夢の様に聞くと女性差別扱いされそう。最後までご視聴ありがとうございました。